延鎮官平3年10月29日は、平安時代の天台州の僧、天台寺門州の州僧、死亡は、地匠大師、日東屋家の一人、法号は、南無大師寺江根号である。公認五年佐貫国禁総教に誕生。田戸軍、広田号の豪族、再起一門の一人、属性は脇、字は東み、空海の老いにあたる。生誕地は、 全通寺から4キロメートルほどのところ、幼少から経典に馴染み、15歳で比叡山に登り、吉根に、死児、十二年間の老山業に入る。上は十二年、縁の行者の後をしたい、大峰山、葛木野山、熊野山山を巡礼し、修玄道の発展に寄与する。上は十三年縁略寺の学頭となる。年白木商人の船で日頭、途中で暴風にあって、 台湾に漂着した、天安未年頭商人の船で帰国。帰国後しばらく金草寺に住み、寺の整備を行っていた模様。その後、比叡山の山老院に従し、上岸十年延暦寺、第五大雑となり、温庄寺を賜り、伝法勘定の道場とした。後に、比叡山を三門派が占拠したため、温庄寺は寺門派の拠点となる。勘平三年入尺。 去年78歳。三井寺には、エンチンが監督したとされる、甲府堂、白木明神像等の美術品のほか、エンチンの手による文書が多数残されており、日本美術史上も注目される。著作は90を数え、エンチンの教えを知る著作である、ホッケ論記、受血集のほか、自身の書いた、日東旅行記の行歴書など著名である。師匠大自全集全三巻がある。 行歴書では、円ンサイトの格出が描写されている。国宝、地壮大師像、恩城寺書像、平安時代の作。円鎮は、恩城寺では、宗祖として尊崇され、同時には、国宝の彫像をはじめ、多くの円鎮像が伝わる。同時、東院大師堂には、中尊大師、お骨大師と称する二体の地壮大師像があり、いずれも国宝に指定されている。 いずれの像も頭頂が尖り、頭部の輪郭が卵型を呈する独特な風貌に特徴があるといい、茶道密教では未来を予知できる能力を備えるとされ、非常に崇められた。反面、その原力を得ようと切り取られることもあったため、日東寺に悟され非常に警戒された。エンチン自筆書上東京国立博物館像書風は、彼らのようなと評される独特のものである。 親戚は24点現存し、その代表的なものは次の通りである。東京国立博物館所蔵の国宝、延賃関係文書のうち、古今集の歌人である、返上総上への返信で、年はなく5月27日の日付があるのみであるが、晩年の手紙と推定される。一見稚説のようだが、古しぶな強い書である。温上寺所蔵の国宝、 地商大使関係文書転籍のうち、日東からの帰国後、伝播のための抗原を請求するため、朝廷に提出した文書の案である。上元5年11月13日の日付がある。書風は、行書風の特徴ある会書。ありがとうございます。